カーナティック戦争、カーナティック戦争、カーナティック戦争、英語、カーナティック・ボーズとは、18世紀に南インドで、イギリス領インドの拠点であったマドラスとフランス領、インドの拠点であったポンディシエとの間で3時にわたって、繰り広げられた戦争。ここで言及される、カルナータカ地方は、現在のアラビア海に面したカルナータカ地方とは違い、アンドラ地方と、 タミル地方の一部を指す。また、カーナティックは、英語読みであるため、カルガータカ戦争とも呼ばれる。ヨーロッパのオーストリア継承戦争と7年戦争と連動し、南インドにおいて、南インド東海岸の貿易拠点や荷物の中産地をめぐって争われ、オーストリア継承戦争後も続いた。最終的には、イギリス側の勝利に終わった。 17世紀後半に絶頂期を迎えたムガル帝国も、1707年にアウラングゼーブが死去すると分裂状態に陥り、これに乗じて、イギリス東インド会社はマドラスを拠点に、フランス東インド会社はポンディシェリーを拠点に、共に勢力を伸ばして争った。ムガル帝国の分裂後、1713年以降は、カルナータカ大使が帝国から事実上独立して、 カルナータカ地方を支配していた。だが、大使家であるナワーやトケは内乱に陥り、デカンのニザーム王国の介入でを受け、1742年10月には、大使、サフダル、アリーハーンが暗殺されるなど、その宮廷の状況は、極めて悪かった。1744年7月に、大使サーダトゥラーハーン二世が殺されると、ニザーム王国のアーサフジャーン一世によって、 ワラージャー家のアンワールティンハーンが新大使に任命された。これに激怒したのがナワーヤット家のチャンダーサーヒブで、彼はサーダトゥンラーハーン二世の義理の叔父である自分こそが新大使にふさわしいと思っていた。これによりナワーヤット家とワラージャー家との対立が生じ、1740年にヨーロッパ大陸で勃発したオーストリア王位。 継承戦争でのイギリスとフランスの戦闘がインドにも波及し、マドラスを拠点としたイギリス、ポンディシェリーを拠点としたフランスとの間にも緊張が走った。そして、1744年にカルナータカ地方の宴会で、イギリスがフランスの船を捕らえたため、第一次カーナティック戦争、カルナータカ戦争が勃発した。アンワール・ティン・ハーンは、 陸上での戦いを禁止したため、イギリスとフランスは、海上での戦いを中心としたが、後に、両国はこれを無視するようになり、争いは陸上に持ち込まれた。イギリスとフランスは、南インドの地で4年にわたり争い、当初、イギリスは、南インド東海岸一帯を占領するが、ポンディシェリーのフランス領インド総督、ジョゼフ・フランソワ・デュプレクスの元勢に戦い、一時は、中部、 南部インドでイギリス勢力を圧倒し、1746年9月21日には、マドラスの戦いでマドラスを占領するなど前線した。1748年10月、オーストリア継承戦争が終わると、アーヘンの和訳が結ばれ、フランスもマドラスを返還し、第一次カーナティック戦争も終結した。なお、この第一次戦争では、 現地勢力はあまり関与しなかったが、アンワール・ティーン・ハーンが、マドラス陥落の直前に援軍を送ったことで、これ以降戦争は、現地勢力も巻き込んでいくこととなった。第一次戦争が終結した同年、デカンのニザーブ王国では、アーサ・フジャー一世が死亡し、息子のナーシル・ジャングと、孫のムザファル・ジャングが王位を争っており、デュプレクスはこれに目をつけた。また、 イギリスとフランスは、カルナータカ地方政権とニザーム王国の内部争いに関与し、デュプレックスは、チャンダー・サーヒブやムザッファル・ジャングと結ぼうとし、ムザッファル・ジャングもオジナーシル・ジャングを倒すため、チャンダー・サーヒブもアンワール・ティーン・ハーンから大衆を奪うため、これに参加した。そして、1749年8月3日、フランス、チャンダー・サーヒブと、 ムザフファルジャングの連合軍3 6六千は、アンワールティン・ハーンの軍2万をアンブールで破り、アンワールティン・ハーンは殺害された、アンブールの戦い。アンワールティン・ハーン殺害後、その息子、ムハンマド・アリー・ハーンが新大使となったが、チャンダー・サー・ヒブも大使位、在位1749から1752を戦死、二人の大使が両立する形となった。 ムハンマド・アリー・ハーンは、イギリスと結んで、ティルチラー・パディ要塞に逃げ込み、チャンダー・サー・ヒブは、フランスと結び、第二次カーナティック戦争が勃発した。1751年から1752年にかけて、チャンダー・サー・ヒブは、フランスの援助のもと、ムハンマド・アリー・ハーンの牢状する、ティルチラー・パディ要塞を攻めた。だが、1751年12月に、 首都アルコットが手薄だったので、イギリスのロバート・クライブに奪われてしまった、アルコットの戦い。1752年4月には、チャンダー・サー・ヒブ自身も敗れ、タンジャーブール・マラーター王国に援助を求めたが、同年6月14日に裏切られて殺害された。その後、デュプレクスは前線したが、フランスは戦争の長期化を避けるため、1754年8月に、 デュプレクスを本国に帰還させ、10月に和議を結んで、第二次カーナティック戦争は終結した。1756年8月、ヨーロッパで七年戦争が勃発すると、1758年に南インドでも英仏間による第三次カーナティック戦争が勃発した。その前年、1757年10月に、プラッシーの戦いが起こり、この戦闘では、 ロバート・クライブの活躍により、イギリスがフランスの味方したベンガル大使軍に勝利し、ベンガル地方はイギリスの勢力下に入っていた。フランスの東インド会社は、この敗北に反撃し、劣勢を覆すために、チャンダー・サーヒブの息子ラザー・サーヒブを擁立し、デカンのニザーム王国駐留させていた2000人の兵と6隻の軍艦を置く。 フランスのインド総督であるは、フランスの領土強化拡大よりも、イギリスの領地を破壊する計画を取った。計画は1758年末から1759年にかけてのマドラス包囲戦で現実になったが、自民と弾薬の補充を受けたイギリスが持ちこたえた。また、ラリー公爵はいくつかの過ちを犯し、カルナー高地方に軍隊を集中して、 マスウリパタムとオリッサ海岸一帯を放棄したこと、後期粛清をあまりに厳しくしたので、軍隊内で暴動を引き起こすこと、カースとの区別を考慮せずに、インド人傭兵、セポイを補強して、インド人の不満を買うなどしたため、インドでのフランスのさらなる劣勢を招いてしまった。一方、イギリスがかねてから行っていた大規模な軍艦建造計画の結果、 正海権を握り情勢は逆転し、フランスの約50隻に対して、イギリスは約350隻の艦隊を派遣した。正海権の獲得と強力な海軍の援護を受けたイギリスは反撃に出て、1760年1月22日にバンディ・バッシュの戦いで、フランス軍に決定的な勝利を収めた。また、フランスはヨーロッパ大陸で、 プロイセンの反撃に手こずり、ラゴス沖とキブロン湾での二つの海戦では、イギリスに敗れ十分な増援兵力を送ることができなかった。イギリスは、フランスの南インドの拠点であるポンディシェリーを、兵糧攻めにして、1761年1月16日に占領し、1763年2月に、パリ条約締結をもって、戦争は終了した。 この条約でフランスはポンディシェリーを返還されたが、インドにおけるイギリスの優位を認めることになり、事実上インドから撤退しなければならなかった。イギリスはムハンマド・アリー・ハーンに軍事的援助をしたが、その援助にかかる費用はムハンマド・アリー・ハーンが負担することとなっており、第三次戦争では大使の領土を保全したとして素支払いを求め、カルナタカ地方政権はイギリスに、 巨額の負債を抱え込むこととなった一方、イギリスも、親衛的なムハンマド・アリーの政権の樹立に成功したことで、彼らは、以前にも増して、さらに、インド各地での勢力拡大に乗り出すこととなる。第三次カーナティック戦争終結後すぐ、翌1764年10月にイギリスは、ブックサールの戦いで、ムガル帝国、アワド大使、 全ベンガル大衆の連合軍を破り、北、インドに進出する契機を掴んだ。1765年8月には、アラーハーバード条約を締結して、ベンガル、ビハール、オリッサのディーバーに行政調税権を獲得するなど、インドの植民地化を進めている。また、カーナティック戦争には、南インドのマイソール王国も参加していたが、マイソールは、 最初、ムハンマド・アリー・ハーンに味方したが、後に揉めて、フランス側についた、第二次、第三次カーナティック戦争では、王国のムスリム軍人ハイダル・アリーが、ニザーム王国やマラーター王国相手に活躍し、1760年以降は、自らが事実上の王となって、王国のハント拡大を推し進め。マイソール王国の台頭によって、1767年以降、 イギリスとマイソール王国がマイソール戦争で激突するとフランスはハイダル・アリーやその息子ティププ・スルタンと結んでイギリスに対抗しようとした。ティププ・スルタンは神仏的でフランス本国に施設を派遣したばかりか1789年にフランス革命が起こるとそれに注目しジャコバンクラブのメンバーにもなった。だが 経済的事情やフランス革命の混乱などによって直接的な援助はできず、1799年にマイソール王国は破れた。日本では高校の歴史の教科書を含めて、プラッシーの戦いがインドをめぐる英仏戦争の天皇さんであるような書き方をしているが、必ずしも事実とは言えない。 講談社から出版されている、工房の世界史15等インド会社とアジアの海、羽田忠史著に記されているように、この第三次カーナティック戦争のバンディバッシュの戦いこそが、インドでの英仏の明暗を分けた重要な決戦であったといえる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。